せーの、じゃん。皆さんこんにちは。今日の天気予報を始めます。今日はですね、なんとですね、ポスト石油戦略研究所、戦略研究所の大場さんのところに来ました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。大場さんというとですね、ツイッターを賑わせていたりですね、もうポスト石油については大場さんという方なんですけれども、はい、ついに夢の対談が叶いました、ね、はい、ありがとうございます。ずっと伊藤さんのことはずっと知ってたんですけど、いや、もう超恐縮です。嬉しいです、はいはい、ちょうどね、先日お会いする機会があって、そうですね、ぜひコラボということで、はい、ついにもう有名の私がですね、大場さんはもう始めた頃、もうこの仕事を始めた頃に見つけて、あ、本当ですか。もうすごい人がいると思って、で、もう結構なんかそのね、本当石油の次を、そうですね、見てらっしゃって、はい、エネルギー、本当石油系とかね、こうお詳しいですし、そうですね、石油中心にして、はい、まあ、ポスト石油って言ってるように、うん、石油の次なので、はい、その電気も全部、はい、全部やってやろうとっていうことですね、はいはい、そうなんですよ、ということで、はい、そんな、ね、はい、大場さんですけれども、ね、はい、伊藤さんとのコラボってことなんですけども、はい、今日実は、ぜひ私から伊藤さんに伺いたいことがあってですね、はいはい、何でも聞いてください、はい、そうなんですよ。で、先日、ツイッターの方で、はい、伊藤さんが、スタジオガルが、はい、再エネ100宣言を、はい、離脱したっていう風に、そうです、よく見てくださって、はい、書いてあって、はい、あれって一体まずその宣言もあんまりよく分かってないんですけども、はい、宣言の、まあ、された経緯とか、はい、それからこう離脱する風に至った、はい、なんか思いとかをちょっとぜひ聞きたいなと思って、ありがとうございます、はいはい、大場さんに質問いただきました、ありがとうございます。ということで、まずはもう、あ、ですね、再エネ100宣言ってやつなんですけど、はい、RE100 の、はい、まあ、中小企業版みたいな感じなんですね。そういうことなんですね、はい、なので RE100 って、はい、本当に再エネ100なんですよね、はいはいはい、非化石とかもトラッキングついてないとダメだよ、はい、結構厳しいってことですね、はいはい、で、非化石証書も例えば原子力のもありますけど、はい、あれダメなんですよ。あー、再エネじゃないとダメみたいな。再エネじゃないとダメなんですね、はい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 、で団体の、はい、本当小さい企業の、はい、あとあれですよね、 RE100 って大企業じゃないとダメなんですよね。そうなんです、そうなんです、レギュレーションがあるんですよね。あります、はい、なのでフォーチュン100相当企業みたいな、確か結構でかい企業ですよね。結構でかくないとダメで、はい、なんかこう世間にある程度知られてるような企業じゃないと取れないみたいな、はい、あ、おっしゃる通りです、はい、おっしゃる通りです。なので、うん、ね、見ていただくと本当にまだ百何十社ですけど、はい、全部知ってる会社の名前ですね、そうですよね、はいはい、それの中小企業版があって、はい、そこに、スタジオガルというその伊藤さんの会社、そうです、はい、私は、はい、一人の、ね、はい、会社を法人でやってますけれども、はい、そこもあれいつですかね、3年前ぐらいですかね、はい、加入したのが、加入した、それはその活動をちょっと応援したいっていうのもあって、であと自分もそこに、実現したいというか、はい、はい、そうですね、はい、実際ポスト石油ということで、はい、もう石油の次っていろいろね、原子力再エネなんか他にもあると思うんですけど、はいはい、そうですね、まあ、まずちょうど再エネが結構加速してた時でもあったので、はい、まあ、応援したい、そしてまあ再エネ100やんなきゃいけないのかな、はい、と思って入ってみました、はいはいはい、で実際証書も買いましたね、はい、あ、そうなんですね、はいはい、それ100実現した年とかもあるんですか。あります、はい、あ、そうなんですね、はいはい、でちゃんとやってて、うん、でその先日それを離脱された、そうです、それは何でなんですか。もう端的に言うと、はい、再エネ100では、はい、生活成り立たなくなっちゃうんですね、はいはい、それは結構お金がかかっちゃったってことですか。いや、違ってですね、はい、再エネ100になると、はい、夜の生活みんな電気使えない。あ、確かに、ベースの火力もない、はい、あ、調整力ですね、はい、火力、はい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 、で原発もないっていうのは、はい、それ2050年にほんと再エネだけでエネルギーも叶うって、はい、ちょっと無理だなと思ったんですよ。なるほど、じゃあその再エネ100っていうことを目指すことが本当にいいのだろうかみたいな。あ、そうです、はいはいはい、もうその意義自体への問いかけですね、はい、なるほどなるほど。私自身がその証書調達したりするのは別にコスト的にも、はい、まあ、若干は上がりますけど、はい、それは別に大したことじゃないんですけど、はいはい、やっぱエネルギーミックスって大事だよねっていうことで、はい、一応先導している身だと思ってるんです、はい、エネルギーを、そうですよね、そういう人がやっぱ
それ大事だよって言わないといけないので、はい、離脱をしましたね。でも究極の目的が再エネ 100% で必ずしもなければならないみたいなことじゃなくて、そうですね、他の電力も調整力とか、うん、原子力とかも、はい、大事だよってこういうふうに思ったら、ちょっと再エネ100宣言とちょっと違うなって思うようになった。そうですね、おっしゃる通りです、はい、もう現状の趣旨としてはやっぱり違うなと、はい、ちょっともうちょっと聞いてもいいですか、はい、それに思うに至ったなんていうんですかね、こうきっかけというか変化するきっかけみたいなのは、はい、なんかあったんですか。そうですね、はい、まずそうやって企業がみんな、じゃあ2050年までに再エネ100という目標で、はい、30年でも40年でもいいよって実行していくんですけど、はいはい、私はマンションの質が事務所で、はい、まあ、そこをオフセットするっていうのなんですけど、はいはい、実際できたことって証書買うことだけだったんですね。あ、そかそか、結局証書じゃんみたいな。そう、はい、証書じゃん、しかも今あるものじゃんと、はいはいはい、でじゃあ例えばこれ一軒家だったらどうなんだろうってなると、はい、これ系統を切り離して、はい、例えば太陽光蓄電池入れたとしても、はい、結構難しいんじゃないかって。そうですね、はい、でも系統つながってるってことはやっぱり調整力である、はい、火力の電気も使うわけですし、そこ依存してるじゃんって感じですね。そうです、はい、ということでやっぱそれ本当にやったなら、はい、再エネ100じゃ規模を大きくしていけばいいじゃんって気持ちになるんですけど、はいはいはい、それができないじゃんって気づいちゃったんですよ。なるほど、実際やってみて、はい、結局証書じゃんってなったらなんかあまり意味を感じられなくなってきたみたいな。おっしゃる通りです。なるほど、はいはいはい、で実際にやっぱ今ね、頑張って夏だけ動く火力とか、はい、冬だけ動く火力とかもありますし、はい、にあの電気足りなくて、ね、高騰した年もありますけど、はい、ベースでねちゃんと脱炭素するなら、はい、あの脱炭素っていうのは大事だと思うんです、はいはいはい、そこにやっぱ原発も入れなきゃいけないとか、はい、他のねあのおばさんの、はい、ポスト石油で詳しい水素とか、はい、いろんな技術もありますけど、そうですね、はい、それも入れなきゃいけないなって。なるほど、いやー、すごい、すごいっていうか、私もなんか再エネ 100% できますかみたいな、なんかそういう動画も確か作ったんですけど、はい、なんかやっぱめっちゃ聞かれるんですよね。あー、はい、そうなんですね。再エネ 100% どう思いますみたいな。はいはい、そう、昔、そっか、半年前にあの環境研の江守さんって、はい、っていうあの専門家と対談した時もその話したと思うんですけど、はい、うんうん、やっぱなんかもちろんそれでもし全ての電気賄えればね、はい、いいんですけどね、いいんですけどね、そのために無理やり蓄電池入れたりしてお金かかっちゃったりしても、なんか結局何がしたかったのってなっちゃうんで。そうですね、はい、というのはなんか大場さんもねそれ考えられたことあるってことなんですけど、はいはい、例えばじゃあ再エネで蓄電池をめちゃくちゃ歩いてて、はい、蓄電池ってあれリチウムイオンだとなんかね、はい、リチウム必要とか、そうですね、そっちの資源もたくさん、ね、そっちも必要なんですよね。必要だし、あとそうそうそう、ね、使い古した時もまたどうするとか、はい、そうなんですよね、あると思ってて、はい、他に手段があるのにそれを使わずに再エネで全て賄おうっていうのはちょっと極端すぎるなっていうのがあって。ああ、そうですね、はいはい、そうなんですね。導入をね拡大するのは全然いいと思うんですけど、うん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 、はい、100を目標にする必要はないんじゃないのっていうのはずっと私も思ってたので、はい、あのそのやってるうちにねそういう考えにたどり着かれたっていうことで、うん、そうですね、はい、あの電気を詳しくなればなるほど、はい、なるほど、やっぱ周波数とかっていうのを知ったりとかね、はい、あとあの感性力とかもありますよね。あ、そうですね、交流なのでね、はい、綺麗な波っていうのとかも必要なので、はい、その時にやっぱその再エネとかね、このインバーターが結構周波数乱しちゃうみたいな、そうですよね、話もあって、はい、なんかそっちはやっぱ総合的に、はい、なかなかね知らないことなんですけど、はい、うんうん、これはもう知っててもらう必要があるなっていうのは思いましたね。いや面白いですね、それをこう離脱することでアピールしたみたいなそうですね、はい、ちょっとねポリシーが違ってきちゃったところありますね。それは大変興味深いお話を伺いました。はい、あの大場さんはそのポスト石油と、はい、いうことなんですけれども、再エネで、まあ、100目指してくって、はい、まあ、そういう団体もありますけど、はい、今再エネって結構本当に狭いと思うんですね。はい、そうですね、太陽光、風力とか、はい、バイオマスとかで、はい、再エネっていうものの定義がなんかどう変わっていくのかなと、はい、あと脱炭素を世界的に目指すって結構ぶれないかなとは思うんですけど、はいはい、そこでなんか
他の電源をどういうふうに名付けていくとか、なるほど、はいはいはい、あでもそれは面白い話で、うん、例えば再生可能エネルギーって呼ばれるものも、まあ、若干こう変化があって、はい、例えば最近バイオ発電って、はい、いろいろこう土地の使い方とかこう問題があるっていうんで、うんうんうん、なんかもう再電に入れない方がいいっていう意見がね、あそうなんですね、出てきてたりとかし て, て, きてたり、もしかしたらバイオマス発電がいつか外される時代が来るかもしれないし、あそういうのもあるんですね、はい、あるし、あとヨーロッパ、はい、EU なんかだとあのヒートポンプの、はい、なんていうかな、まあ、エアコンなんですけど、うんうん、結局、はい、エアコンで冷やしたり温めたりするエネルギーも、はい、再生可能エネルギー扱い、おーそうなんですね、そう、それなんか空気の熱を使っているからというなんかよくわからない、はいはい、理屈なんですけど、はい、それも再エネ、まあなんかね、はい、再利用できれば再エネになっちゃうみたいなもあったり、なんか結構いろいろ緩いんですよ、緩いんですね、はい、でこれは話題になって有名というか、うん、EU タクソノミーっていうそのグリーンかグリーンじゃないかを決めるルールの中で、はい、うんうん、原子力もグリーンに入れようみたいな動きがあって、はい、まあ、これ再生可能エネルギーっていう言い方してるわけじゃないですけど、うんうん、原子力もグリーンだっていうふうにまあ言おうとしてる、ああもうグリーンってしちゃうんですね、そうグリーン、はい、そうですね、あとカリフォルニアなんかでもクリーンエネルギーの中に、原子力が入ってたりとか、あ、はい、その定義がそうですね、どこですよね、はい、でだんだん変わって、はい、来てたりとかもするっていうのはありますね。あ、そうなんですね。はい、うん、でね、もう一個ね、ちょっと、okay. 例えば今ジェラとか、はい、ジェラはゼロエミッション火力って言い方してるんですよ。そうですよね。はい、なんかホームページポンって開くと、はい、なんだっけ、そうゼロエミ火力、あゼロエミ火力なんか出ますよね。はい、出ます出ます。ゼロエミッションチャレンジっていうのを2021年にジェラ出してて、はい、でそれのこう、でもジェラって火力発電所の会社なんで、そうですよね、はい、100% 火力の会社が、まあちょっと再エネ買ってますけど、はい、がゼロエミッションってどういうことやねんと、そうびっくりしました、はい、ですよね、はい、で中身見ていくとゼロエミ火力とかって言ってるんですよ、火力発電なんだけどエミッションゼロだと、おどういうことやと、でそれがその石炭にアンモニア混ぜたりとか、はい、あと水素と LNG と一緒に混ぜたりとか、はい、みたいな形で、うん、まあ、水素とアンモニアで発電すればそれは CO2 は出ないから、うん、はい、ゼロエミッション、ね、はい、火力発電だけどゼロエミッションみたいな、そういうカテゴリーもあるんですね、あるというかこれからできてくる、はいはい、火力とかもそういうのね、あんま想像してなかったんですけど、そうですよね、はい、CO2 とかね、温室効果ガスが出ないものが、はいはい、研究されて出てくれば、そう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 、全然ありってことですよ ね、 そうなんですね、だからそれはリニューアブルとは呼べないかもしれないけど、確かに、はいはい、でもゼロエミッションの電源っていう意味では、うんうんうん、その温暖化問題にとっては同じカテゴリーになりますよね、確かに、はい、一つの、ね、目標を目指すとするかね、そうですね、はいはい、みたいな感じで、ちょっと今までは再エネとそれ以外みたいな考え方だったと思うんですけど、うんうんうん、そういう新しいカテゴリーが出てくると、そのゼロエミッション火力とか原子力とかも、はい、うんうん、広い意味で再生可能エネルギーの仲間みたいな、確かに、いうふうに言ってくる人が増えてくる可能性は、確かにそれはねとてもいいと思います、はい、はい、やっぱね脱炭素の本来のその定義ですね、はいはい、温室効果ガスをプラマイゼロにするっていうところをなんか見失っちゃいけないなって思ったんですね、だからまあ再エネ 100% がだけが解じゃないっていうね、そうですね、はい、っていうことだと思いますね、なるほどですね、はい、まあ、でも逆に言うとちょっと良かったのが、はい、3年前ってそれ再エネでしか達成できないじゃんみたいな、あ確かに雰囲気も若干あったんですが、はい、そうですね、今って他の選択肢が結構増えたなと思ってて、はい、なんか脱炭素に対しては今前向きになってるなっていう気はするんですよ、はい、そうですね、いろんな再エネじゃないプレイヤーもそういうふうな考え方、はい、そうできるよねみたいなこと で、ね、うんうん、確かに、だから、うん、脱炭素100を私は宣言していきたいと思います、はい、なるほど、なるほど、はい、よくわかりました、はい、はいはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、はい、ということでですね、大場さんの解説もいただきまして、はいはい、脱炭素をね、あとまあ安定供給、うん、とても大事なので、それをね、はい、目指していきたいなと思います、はい、はい、ということで今日は
大場さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。